田です。はい、今日はお家でできるこんな練習やっていきたいなと思います。材料はこちらの2つにぶった切ったマットレスが1枚と7センチ厚の長座布団を使っていきたいなと思います。あとはお好みに合わせて好きなようにマットレスを追加してください。そしてこちらのミニトランポリン、フィットネス用のミニトランポリンを使っていきます。そしてどういう動きをするかと言いますと、ジャンプして、ちょっと痛かったわ。ちょっと材料追加します。必要に応じて掛け布団とかもねあるといいかもしれません。じゃあ続きいきます。ジャンプしてこうですね。ポイントは伸身で行おうとするということがすごい大事です。アクロバットってだいたい伸身で体を動かす場面っていうのが多いのね。例えばロンダー等とかバック転とか、ほとんど体まっすぐでこうね体を動かすじゃない。あとは伸身宙返りなんかはもう伸身でね体をひっくり返す動きそのものだと思うんだけど、こういう感じで伸身宙返りをしなかったとしても体をまっすぐの状況で回す、動かすっていう場面がちょこちょこあるわけだから、そういうところを想定してキックして状況に逆らって伸身で体を動かすっていうトレーニングをしようよっていうのがこの練習の意図というか目的なんだよね。ですから最初はこうやって膝を曲げて、いったい、ですから最初は膝を曲げてこうやってやってみてもいいんですけど、やり方に慣れたら、この衝撃に慣れてきましたら、恐怖心にも慣れてきましたら、心身でねやってみるとよろしいんじゃないかなと思います。まあシンプルに一度遊んでみるとよろしいんじゃないでしょうかね。あんまり辛いと思うことなく体幹とか体の強化っていうのができていくと思うので、こんな感じのね遊びがあるんだっていう感じで、まあ、気軽にやってみるとよろしいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じです。バイバイ。